一段とプロセカが面白くなりました。どうも皆さんこんばんは、かとでございます。はい、まあ普段プロセカの動画はの、あの横動画出せないんですけれども、ちょっとね、今回のイベントのストーリーが衝撃すぎて、その衝撃強すぎたがためにちょっとこの動画を撮っているんですけれども、この動画ネタバレなしでやるのでね、ちょっとこれからプロセカ始めたいよって人は安心して見ていただけると思うんですけれども、まあ、プロセカやったことないって人はマジで今回のストーリー見て、いやこれは入れるべきだろうって本当に思った。もう本当に語彙力なくなるほどすごかったです。まあ、まず何がすごかったかっていうと、あるじゃんキャラクターランクみたいな、あそこのところが水木だけガラッて変わってね。でまあストーリー中のちょっと演出もね、そのなんていうの、ジーンってく、ジーンじゃないけど、なんかなんだろう。もう本当に、うわ、すごいわってのめり込む。やっぱ語彙力ね。なんかプロセカの話全部すごいけど、まあ、今回のはもうニーゴの話を、その全部見てからこそ今回の話を見ると、わ、マジかって、マジかって言っていいのかちょっとよくわかんないけど、まあかなり心に来るんじゃないかなって思っております。で、まあそっからね、今回出された化けの花だっけ、なんか、曲があるんですけれども、まあ、それを聞くとね、うわ、えぐいってなる。本当に、僕みたいに語彙力なくなります。そして、ちょっとマジで思ったのが、まあ、4周年マジで力入ってんなって。もう本当に、もうごめんな、ずっと同じこと言ってるけど、もう、改めて、運営が、プロセカ運営さんが、これすげえ、神だって思った。まあ、ちょっと今回はね、みんなにちょっと、これ知ってほしいじゃないけど、まあ、ちょっとこのストーリーをね、ニーゴのストーリーを、ちょっと、マジで読んでほしいなっていう、もう気持ちだけで撮っているので、本当はね、ネタバレしたいけど、まあ、でも、ちょっとみんなの衝撃を邪魔したくないなということで、まだプロセカを見ていない、入れていない、みんな、入れて、ぜひ見てください。マジで、本当に。まあ、サムネで多分見ている人からしたら、まあ、ある程度の経験者だと思うんですけれども、まあ、一緒に次回のニーゴイベント待ちましょう。まあ、いつ出るかな。どうせ2連続は来ないと思うので、まあ、すごいみんな、もう見てる人なら虚無状態だと思うんですけれども、まあ、楽しみに待ちましょうという、誰目線なんだという話なんですが。はい。ちょっとごめん。衝撃強すぎて、ただ動画撮ったよというお話でございました。マジで見てください。よろしくお願いします。ニーゴいいぞ！